はい、こんにちは。今日もね、ちょっとお出かけついでにね、テイクアウトしてきました。こちらテイクアウトしたのは、牛タン専門店ユウさんですね。一番街の入り口のところですね。まあちょっとね、以前から食べたいなと思ってて、で今回買ってきたのは牛タンステーキ弁当と牛タンシチュー弁当。これね、1個600円ですからね、超安いです。はい。でこっちがね、お昼用、こっちのシチューは夜用にしてます。一応ね、よく見えるように蓋外してありますけど、1個600円ですか、すげえ安いですよね。で電話注文とかもできるみたいです。ではね、ちょっとね、我慢できない。厚切りの牛タン、うん、美味しい。もうちょっと塩かかっててもいいと思います。それからレモンとか、うん、これやっぱ酒、ビールとかが、うん、合いますね。ご飯もいいですけど、やっぱりね、これには牛タンにはやっぱりビールだな。厚みのあるね、牛タンで美味しいですよ。はい、もうこれからゆっくり食べますけども、一応ね、ユウさんの方も、お電話でね、テイクアウトできるみたいですので、ぜひともね、若い、ね、店主の方かな、店員さんも若い人がやってますんで、ぜひともね、テイクアウトして、少しでも盛り、地域の、ね、活性化っていうか、そういうものに貢献、美味しいものを買って食べて、貢献できるんですから、非常にいいと思いますんで。はい。今日はね、茂原市の、高市にある牛タン専門店、ユウさんのお弁当をご紹介いたしました。それでは、さようなら。バイバイ。